ご覧いただきまして誠にありがとうございます。絵候補者様のお役に立つワンポイント心理学をさまざまご紹介しておりますが、今回は自我防衛規制の中の打ち消しについてご紹介をさせていただきたいと思います。お急ぎの方は私の著作でございます、こちらの10秒で必ず印象付ける人になるをご利用ください。またZoom などを使いまして、ゆきよしみちこ話し方マンツーマンレッスン、また、選挙のイメージアドバイス、そして、メンタルのアドバイスですねを行わせていただいております。注意義務は必ずお守りいたします。どうぞホームページの方からご利用くださいませ。さあ、それでは打ち消しについて学んでいきたいと思います。はい、打ち消しというのは自我防衛規制の中で、自分の自我にとって恥や罪悪感を感じさせるような受け入れ難い欲求を抱いたり、行動を行ってしまった後にそれと全く反対の行為を行うことにより、それを打ち消しなかったことにしようとする防衛規制なんです。償いとかやり直しの心理にあたりますね。誰かを強く非難した後、逆に褒めたり機嫌を取ったりする。そして宗教的倫理に反する行為や願望を抱いた後、それを償うかのように祈りや苦行を行うとか、親が子供を叱り、叱りすぎたと思った後にお菓子やおもちゃを与えてご機嫌を取るということですね。これとは別に、ある感情が行動として現れてしまった後に、その時の感情を打ち消すために何度も同じ行動をやり直すこともあるんです。さあ、今回で自我防衛規制については終了なんです。難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、日常で自分の心や、周囲の方の心の動きなどを一つずつ意味を理解しておられると、あ、これってもしかしてそうじゃないかなということが分かるようになっていきます。学んでいくとですね、ご自分自身の心のストレスも稽古玉の絡まった糸がほぐれるように緩和されていきますし、対人に対して、メンタルでストレスを感じられてご相談に来られるわけなんですけれども、その相手の方の心の交通整理をですね、ピピピッとしてあげられやすくなりますので、自分自身が由来の思考の傾向性の緩和にもつながっていきます。どうぞこれまでお届けした自我防衛規制の1から15までを何度もご覧いただければなと思います。様々なご要望にお答えしなければならない本当に大変なお仕事かと思いますが、今日も笑顔で元気いっぱい頑張ってください。いってらっしゃい。